こんにちは。こんにちは。作曲家、編曲家、ギタリスト、サウンドクリエイター、田中義則の防備録へようこそ。今回は IR。インパルスレスポンスリバーブの略だな。うん、今回は難しい解説はなし。というより、音作りに関係ないところはカットした方が編集が楽。3分ぐらいの動画で数を稼いだ方がいい気がするんだな。では、本題、IR に入る音量レベルは可能な限り大きく入れること。おすすめの IR を使っても、細い感じになるのはこれが原因。IR を作る際、どんな音作りだったかは大きく変わる。スクリーンで作られた IR と、ディストーションで作られたものでは音が変わってしまうので注意。デモの動画やサンプルを参考にするしかないけど、正直当てにならない。ウプ主は、かなり失敗したわね。実機よりも安いから次を買いやすいのも原因だな。IR で音作りをする際に、使うアンプと IR を決めてから始める。でないと、いつまで経っても音作りが終わらない。ディストーションサウンドなら 4×12、クリーンなら 1×12、または 2×12 がおすすめ。スピーカーの数×スピーカーのサイズだな。サイズはインチ。スピーカーの数が増えるとファットになる傾向があるけど、常に例外はあるわね。小さめのアンプ、小さめのスピーカーを意図的に使って録音というのは定番。クラプトン、ピート・タウンゼント、ジミー・ページはおなじみだな。マイキングがいかに大事かわかる例ね。スピーカーから距離を取ると、音の輪郭がぼやけるけど、低域が出る。高音が削れたというのが正しいかな。これを補うために IR を2つ使う。異なるキャラクターで互いに補完し合うイメージだな。参考までに MD421 はシャープさ、ソリッドさ、SM57 はハイ、ハイミッドというイメージ。もちろん、距離を取ったものや角度をつけたもの、スピーカーの狙った位置を変えたもので補完。IR を2つ使えるものはハードだと限られるので注意。ストライモン、イリジウム。ボスの IR200。この2つは 96kHz というハイレートで使えます。しかもステレオ対応。ボスのは新商品で、10月発売予定だな。やる気がある人はフラクタルでもか、ヤフオクで15万円前後か、高いな。高いけど、アルト追加で買う必要がなくなるから投資という点では悪くないわね。ちなみに、BGM はストライモン、イリジウム。マルチエフェクターのストアンプと IR の間に、コンプを極力薄くかけると、音の減衰を自然にできるわよ。IR は音量がある一定を下回るとガクンと落ちるからな。そこが実機とは決定的に違うわよね。ギター本体のボリュームコントロールも同じ理由で要注意。入力音量とコンプを上手に使うのが IR を使うコツね。と、まあこんなところで。次回もよろしくお願いします。チャンネル登録、グッドボタンよろしくだぜ。バイバイ。じゃ。